こんにちは、OG ライフ日本人担当の桃香です。私たち OG ライフはオーストラリアにすでにワーキングホリデーや学生ビザでいて、延長をご希望しているお客様をはじめ、日本からオーストラリアに来られるお客様のサポートをしてます。今日は私たち OG ライフがどのように皆さんをサポートできるかをお伝えします。今日はこれからオーストラリアに来ようとしている今日本にいらっしゃる皆さんに向けてお話をしようと思います。今皆さんはなんでオーストラリア、ここオーストラリアに来ようとしてますか？まあ、英語の勉強はもちろんだと思うんですけれども、英語の勉強のその先にある例えば専門学校に行ってキャリアのチェンジをしたりとか、勉強だけじゃなくって、このオーストラリアはすごいリラックスした雰囲気なんで、そういう中で生活をしたいとか、あとはまあ、いろんな国の人に会っていろんな言葉を覚えたいとか、いろんな文化に触れたいとか、理由はいろいろあると思います。で、そういう理由とか目的によって、取得するべきビザが違ってくるので、それについて説明をしていきたいと思います。私たち日本人は主に観光ビザ、ワーキングホリデービザ、学生ビザの3つのタイプのビザでここオーストラリアに渡航することができます。まず1つ目の観光ビザ、観光って聞くと結構旅行とかを思い浮かべる方が多いと思うんですけど、実は観光ビザであっても、3ヶ月までだったら勉強をすることができます。なので語学学校とかに通っていただくことも OK です。2つ目のワーキングホリデービザ、多分ワーキングホリデービザが一番私たちにとって人気なビザだと思うんですけど、ワーキングホリデーだと例えばファームのお仕事とか、オーストラリアの家庭に入って何人さんの仕事をしたりとか、いろんなチャンスがあるスーパービザです。ちなみに勉強することもできて、4ヶ月までだったら学校に通うことも OK です。最後の3つ目の学生ビザ、学生って聞くと学校に行くだけって考える方も多いかもしれないんですけど、一応オーストラリアの学生ビザだと、2週間に40時間までだったらアルバイトをすることもできます。なのでお金を少しこう賄いながらオーストラリアで勉強することもできるので、私は結構おすすめですね。ちなみに私は最初来た時は学生ビザで半年間ここに来て、でその後ワーキングホリデーも経験して、で今一応専門学校で学生ビザとして勉強もしてます。ビザのタイプが決まったら、次はオーストラリアのどこに行こうか、都市選びになると思うんですけれども、オーストラリアにはそれぞれたくさんの特徴を持っています。例えば私のここいるメルボルンは今日本と気候が真逆の真夏で、今日も多分気温が34度とかそのくらいまで上がったと思うんですけど、ちゃんと日本のように四季があります。でメルボルンは1日の中に四季があるって言われてるぐらい、すごい天気が変わりやすいですね。その他にも人気な都市は例えばシドニーとかパースですとかブリスベンとか、たくさんの都市があります。で目標とか、あとは目的とかご要望によって、それぞれどこの都市がいいかっていうのは一人一人違ってくると思うので、私たちがヒアリングをして、あなたにどこの都市が一番合うかどうかをご提案します。じゃあ都市が決まったらいよいよ出発になると思うんですけど、出発にあたっていろんなことが不安ですよね。私も最初渡航する前はすごくいろんなことが不安でした。なんですけど、私たちがこの経験をもとに何を持ってくるべきかとか、あとは到着後のシェアハウス、あとは銀行口座の開設、携帯電話の契約、タックスファイルナンバーなど必要なことをすべてサポートするので大丈夫です。はい、じゃあ最後になるんですけれども、今日お話しした学校選び、ビザのサポート、あとは生活のサポートなどなど、すべて私たちがここオーストラリアでお助けします。もちろん日本からのお問い合わせも受け付けてます。私たちは現地にオフィスがあるので、現地の生の情報を常にお届けができますので、安心してお問い合わせください。オーストラリアでお待ちしてます。